にちは。私はメグ。バンカーヒルには新しく入ったの？10キャップで案内してあげる。誰よりもここに詳しいんだよ。無料ではダメかな？わかった。マーケットは奥にあって、バーは角にあって、野外トイレは壁の向こうよ。じゃあね。キャラバンじゃないだろう。邪魔するな。いや、聞いているか？話をしよう。面白そうだな。俺はいつも危険な状況の切り抜け方を知っている人物を探しているんだ。聞いたところでは、多分お前は条件にぴったりだ。仕事は何だ？まだわからない。ボスに会ったものはどんな仕事でもやる必要がある。これは断言できる。仕事は危険だ。そして公正な報酬をもらえる。十分な報酬がもらえるなら危険など気にしない。報酬は十分にもらえる。約束する。ところで俺はエドワード・ディーガンだ。お前は主に俺の下で働くことになる。だがまずはボスと話す必要がある。彼の名前はジャック・カボット。俺が雇った者全員と個人的に面接する。用心深い性格なんだ。ビーコンヒルのカボット邸に来てジャックと話したいと言えばいい。お前が来ることを彼に伝えておく。帰れ。ジャック・カボットと話をしに来た。ああ、お前か。よし、入れ。ボスに会いに行くぞ。案内してくれ。ジャック、新入りが来たぞ。ちょっと待ってろ。待ってくれ。これをやらないと。すぐここに来る。くそ、混合物を調整しなくちゃならない。いや、こんにちは。カボット邸にようこそ。ジャック・カボットだ。ここはどこだ？我が一族に代々伝わる家だ。最終戦争の遥か昔からカボット家はここに住んでいる。現在のボストンはこんな悲惨な状況だというのに、なぜ我々がまだここにいるのか知りたいなら、そうだな、それはまた別の機会に話そう。雇うのはあんたと話してからだとエドワードに言われた。そうだ。エドワードは面倒くさがるが、私はここで働く者全員のことをよく知りたいんだ。どうぞ座ってくれ。何か飲むかい？エドワード、うまいバーボンはあるか？実際ここに人は住めないよな。本題に入る前に質問がある。新人には必ず答えてもらうものだ。本当にその時が？邪魔するな、エドワード。質問はこれだ。宇宙には他にも知的生命体がいると思うか？エイリアンのことか？ UFO や緑の小人？いや違う。それらは世間が騒いでいるだけだ。実際は何の根拠もない。我々の星に隠された歴史の話をしているんだ。人類文明の起源のことさ。古代のパワーは最先端の科学でもほとんど解明できない。エイリアンが文明を作ったと思ってるのか？奴らちょっと失敗したんだと思う。なあ、もしエイリアンが一般に知られている文明の創始シュメール、エジプト、アッシリアに先駆けた非人類という意味ならな。私の父がアラビアのルブアルハリ砂漠で都市を発掘した。彼によると現在知られているどの古代文明よりも4000年以上古いという。町の構造や遺物が奇妙なのだ。不穏でさえある。人間以外のために作られたか、人間以外のものが作ったのか、そのどちらかだ。父が見つけた謎を解明することに人生を捧げてきた。ジャック、彼に仕事内容を伝えてもいいか？すまん、エドワード。時々夢中になって喋りすぎてしまう。
消えた積み荷を探すために彼を連れてきたのか。そうだ。そうか。では早速取り掛かってもらおう。急ぎの仕事がないときにこの話の続きをしよう。今はまだ重要ではないからな。ファミリーにようこそ。よし、採用決定だ。おめでとう。どういうことだ。今は気にしなくていい。ところで、あれは仕事の一部に過ぎない。柔軟な心を持ち続けるのが一番大切だ。ジャックは変わっているかもしれないが、絶対に強靭ではない。お前にやってほしいことは単純だ。ジャックが所有する施設が町の北にある。そこからここに来る間に行方不明になった重要な小包がある。それを探し出して持ってきてほしい。質問はあるか。新人だから教えてほしい。探すのはどんな小包だ。結成の小瓶を入れておく金属ケースだ。それが何なのかお前は心配しなくていい。ジャックが調査に使うんだ。お前が知るべきことはそれだけだ。パーソンズ州立病院から始めろ。名前にビビるなよ。我々が使っているただの安全な建物だ。配達人がそこを出るときに待ち伏せされて襲われたようだ。警備員が遠くで銃声を聞いたんだが、何が起こったのかはわからない。マリアと一緒にパーソンズに入れ。彼女はそこの警備隊を任されている。正しい方向に導いてくれるだろう。準備はいいな。いくつか質問がある。クソ。小包はどこで消えた。配達人がそこに小包を取りに行って無事に受け取ったんだが、二度と戻ってこなかった。ただの不運か、または計画的な襲撃か。だからお前を送り込む。消えた小包を取り戻す重要な任務だ。準備はいいか。何でもない。よし、パーソンズで彼らが待ってる。もう行った方がいい。ここは立ち入り禁止よ。立ち去りなさい。消えた小包探しをどこから始めたらいいか、あんたが知ってるかもしれないとエドワードが言ってた。ああ、新入り君ね。そう、小包。どこにあるか知ってる。ベンを撃った奴らは北にあるパーソンズ乳製品製造所に潜伏してるわ。そいつらは誰なんだ？レイダーか？もちろん、武装したろくでなしどもよ。彼らがまだ近くをうろうろしてるのは奇妙なんだけれど、この場所か何かを探してるみたい。気に入らないわ。あなたがついに彼らを追い払ってくれるのね。マリアが責任者だ。分けると約束しただろう。分けると約束しただろう。あんたみたいなメソメソ野郎と一緒にいたいはずないでしょ。お前がどれだけ隠してたのかレフティに言ったら彼は怒るだろうな。どう思うな。これについてはどう思う。お前を見つけるぞ。え、戦の終わりだ。あれは何だ。でも努力したと言ってもいいんじゃないか。誰だ。
やった。素晴らしい。彼女は行方不明じゃないよ、母さん。彼女がどこにいるか知ってるの？いや、でもだからといって。配達人に何が起こったか分かったのか？彼女を見つけて。彼を襲った数人のレイダーがいただけだ。バーソンズにそれほど近い場所にレイダーがいるのは気に入らん。何か重大なことの始まりでなければいいが。彼が運んでいた血清はどうした？いくつかは取り戻したのか？一つも見つからなかった。奴らが全部使ったんだと思う。ああ、思った通りだ。まあ仕方ない。この仕事への報酬だ。血清のことは残念だ。さて、次は何かということだが。ああ、畜生、お前をウィルヘルミーナに会わせなくちゃならない。ジャックはよく思わないぞ。来い、ジャック。任せてくれ。カボット夫人、心配無用です。誰かにエモジンを探させます。実際ここに人は住めないよな。エドワード、あなたはいつも頼りがいがあるわ。なぜあなたは私の大切なエドワードと同じくらい献身的になれないの？彼女を甘やかすべきではない、エドワード。次はさらに扱いにくくなるぞ。自分の仕事をしているだけだ。そういえば、パーソンズからの最後の配達物を追跡した。残念ながらレイダーに全て奪われていた。そうか、残念だ。ここにある備えは危険なくらい少ない。まあ次の配達まで持たせるしかないな。エモジンはジャックの妹だ。すでに気づいているだろうが、彼女は少し気まぐれだ。衝動的なんだ。時々彼女はいなくなる。大抵新しい恋人と一緒だ。そして誰かに彼女を連れ戻させる。彼女がどこに行ったのか知ってるか？いや、だがそれほど苦労せずに見つかるはずだ。彼女はサードレールのジャズクラブ、グッドネイバーで過ごすことが多い。そこにいる誰かが何か知っているはずだ。彼女はおしゃべり好きで有名だからな。サードレールは知ってる。そのあたりで聞き込みをする。ただ、他のパトロンの邪魔はするなよ。何かから逃げてるのか？いや、チャーリー。ようこそ。おい、ビールがあるぜ。ビールを買わないなら何も買わないってことだな。なあ、エモジンカボットを知ってるか？聞き覚えのある名前だ。ちょっと頭おかしいやつだろ。しばらく顔を見てないけど。マグノリアに聞いてみな。彼女はいろんな人と仲良くするのが好きだから、行方不明の小鳥さんのことも知ってるかも。マグノリア、この男が話したいってさ。やあ、マグノリア。探していたの？何をしてあげればいいかしら。エモジンカボットを知ってるか？エモジン？もちろん知ってるわ。しばらく見てないけれど、彼女の友達なの？彼女と話す必要がある。うん、
なぜ彼女を探してるの、ハニー？彼女に何か起こったんじゃないかと家族が心配してる。彼女を気にかけてくれる人がいて嬉しいわ。彼女は世話してくれる人が必要なのよ。知っていることを教えてくれ。しょっちゅうここに来てた牧師がいたの。口先の上手い人で、人生を変えるとかそんなことをいつも話してたわ。ほとんどのお客さんは彼を相手にしてなかったんだけど、エモジーンはある理由で彼にはまっちゃったの。外見が素敵だったというのもあるけど、情熱的なの。それがたまらなく魅力的に感じる女性もいるわ。ハム、ちょっとここに来てくれる？何かお困りですか、マグノリアさん？違うわ。この素敵な男性がエモジーンを探してたの。あの牧師がどこから来たのか、もしかしたら知ってるの？ブラザートーマスですか？そう、その通り。エモジーンがいつもくっついてた人よ。彼を追い出さなくてはなりませんでした。あの救済ラケットで他の客を困らせてばかりいたので。バックワンで彼は勧誘活動をやってました。そしてあの馬鹿げたチラシを突き出されました。どうぞ、一枚取っておきました。彼がバーの付けを払わなかった時のためです。ありがとう、ハニー。とても助かったわ。あなたのためなら何でも。エモジーンの無事を願ってるわ。あの牧師と駆け落ちしたっていう予想はあんまり好きじゃないの。また来たのね。今日は運がいいわ。何が必要？自分のことについて教えてくれ。どうしてここで歌うことになったんだ？歌う鳥のように街に流れてきたの。重たい風に乗って傷ついた翼で。この場所にはステージがあるわ。歌うことが必要だったし、ホワイトチャペルチャーリーにはお客様が必要だった。だから二人ともここにいるの。他に何かあるかしら？ホワイトチャペルチャーリーはずっとここにいるのか？昔のことについてはあまり話してくれないの。自分も同じだけどね、本当は。だから二人はうまくやっていけるんだと思う。でも彼と知り合うべきだと思うわよ。まず飲み物を頼んで。彼はいつだって人が何杯か飲んだ後に仕事の話をしたがるの。それで終わり？他に何か必要？なあ、全部話してくれ。昔はどんな人だった？本当に知りたいの？みんな歌の中に隠されてるわ、全てが。さて、他に何か手伝えることはある？二人でこっそり夜の街に出るチャンスはあるかな？それはいいアイデアだとは思えないわ。他に何か手伝えることはある？何も、任せるよ。そう、わかった。え？おい、シルバーシュラウド。なあ、秘密の正体を教えてくれよ。なあ。ようこそ同胞よ。ここで新顔に会えるのはいつでも嬉しいことだ。教えてほしい。この世界全てが壊れていると思ったことはあるか？なぜ古き良き時代のように物事が進まないか考えたことはあるか？世界の全てが壊れている。私もかつてはそう考えていた。変化をもたらす方法を見つけるまでは自分の人生、そしてみんなの人生をも変える方法をな。我々は自分たちのことをコミュニティのピラーと呼んでいる。とても新しい活動だから聞いたことがないかもしれないな。しかし我々は連邦全土で急速に成長している。君もこの刺激的な未来の一員となれるのだ。さあこちらへ。そうすれば喜んで我々の活動とその一員になる方法を教えよう。わかった。そうか、本当に素晴らしい。ここにうまく馴染めるだろう。こちらだ。
遠慮はしなくていい。とにかくついてきなさい。心配しなくて大丈夫。噛んだりしないよ。よし、君が私と同じくらい心が躍っていることを願う。仕事の好きな部分の一つがこれなんだ。我々の活動に新しいメンバーを迎えることがね。初めの一歩は簡単だ。本当の富、健康、幸福を享受する能力を得るために所有物への執着を捨てることを学ぶ必要があるんだ。さあ、やるんだ。君の持ち物を全て私に渡せばコミュニティのレベル1ピラーにしてあげよう。ちょっと待った。みんなで獲得した持ち物か。ただで渡すなんて冗談だな。冗談だろ。所持品全てを渡せって。はじめの一歩が最も困難なのだ、同胞よ。しかし古い人生を捨てて未来の健康、富、幸福へと向かうにはこれが唯一の方法だ。それには犠牲が伴うと思わないか。持ち物すべて渡す代わりに何が得られる。まだ古い考え方に固執しているな。まだ古い人生に執着している。でも君はそれを捨てるためにここへ来た。そして初めの一歩が所持品を捨てることなのだ。出ていく。どうするかはお前次第だ。ああ、君に構っている暇はない。簡単なカモはたくさんいるしな。気が変わる前に出ていて。エモジンカボットを探している。君の知ったことではない。芝居が好きな彼女とは少しトラブルになっているんだ。わかるだろ。頭が冷えるまで誰とも会わせないつもりだ。いずれにせよ彼女には会わせてもらう。お前次第だ。その着ている立派な服を汚したくはないだろう。落ち着けよ。そんなに彼女に会いたいのなら邪魔はしない。ほら、鍵を開けてあげよう。お前のもの。あんたがエモジンだな。まさかジャックがあなたをよこした。あんたがジャックの妹？もう少し若いと思ってた。あなた本当は女性の褒め方を知ってるのね。
はっきりさせておくけど、私はジャックの妹、家族の中で一番若い。家に帰ってジャックの血清を使えば、いつもの美しい私に戻るわ。ジャックは若返りの血清を持ってるのか？むしろ加齢を止める感じ。私は32の時に使い始めたから、いつもはそれくらいに見えるの。私が治療を受ければわかるわ。ボストンの社交界では美女の一人として有名だったのよ。社交界があった頃の話だけれど。もしもっと血清を使わなかったらどうなる？ああ、それは心配しないで。もう長いこと治療を受けてないから、持続効果はとっくの昔になくなったわ。ここに血清の薬瓶が一つある。ほら、必要なんだろ。ここにいるばあさんよりもそれを有効に使える奴がいるかもしれないとは思わないのか？どうやって手に入れたの？気にしないで、知らない方がいいわ。本当にありがとう。トーマスには本当に失望した。最初はすごく素敵に見えたのに、でもここに来たらただの人手なしになってしまったの。実は彼、私を彼の馬鹿げたカルト教団に無理やり入信させることができると思っていたの。あんたのボーイフレンドは死んだ。行くぞ。トーマスが？彼は私のボーイフレンドじゃないわ。ちょっと遊んだの、それだけ。それと彼は私をここに閉じ込めるべきじゃなかった。心配しないで、自分の力で帰るわ。母と顔を合わせる覚悟がちゃんとできてないの。そしてありがとう。私を探しに来てくれたことを本当に感謝してる。実際は助けはいらなかったけれどね。エドワード、シングルサイドバンド編長に切り替えろ。聞こえるか？実際ここに来は住めないよな。エドワード、なんてこと。ハートレイ編長機に切り替えろ。聞こえてるか？クッペンス、切り替えた。どうだ？やったぞ。エドワード、一体何が起こってる？攻撃されてる。奴らは建物の中だ。中？地下室からは遠ざけておけるか？努力してる、ジャック。のレイダーは見たことがない。でも出さず、出口だ、そこだ。すまない、ちょっとバタバタしててね。いいか、もし奴らが建物内にいるなら、オフィスに行ってエレベーターを停止させるんだ。奴らをロレンゾに近づけさせるわけにはいかない。わかった、オフィス、エレベーター、誰でもいいからかき集めて、この危機を乗り越え。もしもし、エドワード。それで、エドワード。シグナルが消えた。これじゃ話せない。何が起こってるの、ジャック？もしあの人たちがパーソンズの中にいるなら、もし彼を解放するなら。心配いらない、何とかする。こうなると分かってたわ。ロレンゾをあの場所に閉じ込めておくことを許すんじゃなかった。何を言ってるんだ、母さん。それに血清を使うのはあなたの案だっただろう。私は関係ない。じゃあどうするつもり？何とかすると言った。今考えてる。どなただったかしら？どうなってる？エドワードだ。彼はパーソンズ、古い精神科病院にいる。レイダーに攻撃されている。奇妙だ。以前は警備隊が問題なくレイダーを撃退した。今回はなぜこうなってしまったのかわからない。エモジンを見つけた。彼女は無事だ。ああ、そうだな。いいぞ。神を感謝します。最悪な日だけど、少なくとも小さな慰めが一つあったわ。